す。改めまして、こんしゃけでございます。今度こそ大丈夫なんじゃないかなと思います。かなり画質を下げてきました。ポケット Wi-Fi からだと、これが限界かなという感じですけども、見えるかな？見えてるかな？大変お待たせしまして申し訳ない。皆さんの今見てる状況をコメントでぜひ返してもらえるととっても安心です。よろしくお願いします。今日ですね、ちょっとリングライトを持ってきまして、それがどれぐらい効果的なのか、画面にどれぐらい効果的なのか、5分ぶり2回目。ありがとう猫菓子屋さん、ありがとう。リングライトがどれだけ効果的なのかっていうのもちょっと映像的にやってみたいなというのがありまして、ちょっといつもよりスタジオが薄暗くなっております。なんか養生テープが貼られてるな。大丈夫かなあー嘘でしょ、これダメなのかな。ダメなのかな。もうはい、今日も2カメですよ。今日も2カメ持ってきております。まあこれのせいでちょっとなんだろう、パソコンが大変なんじゃないかなという気もしますが、もしくはこの暗い加工にしているためかもしれないし、いろんな原因が考えられすぎて何がどうだかわからないんですけれども、とりあえずやってみようね。今日はリングライト持ってきてますから、どうですか、ちょっとはいつもと違う感じに見えるんじゃない。今快適、よし。田中さん、ありがとうございます。吉野さんも、岡地さんも、こんしゃけでございます。ありがとうございます。さあ全部今日は一人でやっているもので、さらにパソコンもね、忘れちゃったからだいぶ30分遅れになりましたが、1時間半ぐらいは、やろうと思ってますので、10時半ぐらいですかね、まではできたらいいなと思います。はい、ほんじゃやるかここにいらっしゃってる方は皆さんもご存知かと思いますけれども、やっと発表ができました。明治の宅配ですね、明治の宅配の CM ソングに荒牧の輝いてを使っていただくことになりまして、これがなんと1年間使っていただけるということでございますのよ。すごいことなんですよこれってしかも明治って結構大きなね、大きな会社なので、こんなありがたいことないななんて思うんですけども、ちょっとチューニングをしよう。あーちょっとカクカクするかな、ちょっと見苦しいかもしれませんが、牛乳取ろうかと思った。いや本当にありがとうございます。サイドカメラ飛びがちかもしれないな、ちょっと調節がねうまいことできる、でかいタイアップありがとうございます。昨日ズンズンというねドラマ、明治スペシャルドラマが、放送になりまして、小堺一機さんが主演のドラマだったんですけれども、これには原作がありまして、山本あどっちだカズリあちょっとね名前の方忘れちゃった、ズンズンっていう原作がありまして、それのドラマ化ということだったんですけれども、サイドカメラがカクカクなのか、なるほどね、やっぱりちょっとGoPro さんのせいかな、まあごめんなさいね、ちょっとまあ今日はこれでな、3回目いけたのにね、前にね、やっぱちょっといろいろパソコンの状況が違うからかもしれませんが、その山本さんの原作のドラマも全部見まして、なんかすごいほっこりしました。で2回目の CM の頭から、流れていまして、歌詞をね俳優さんが一緒に口ずさんでくれるっていう CM なんてなかなか見たことがなかったので、CM の中でもかなり丁寧に作っていただけたんじゃないかなと思いますし、
まあ、ここだけの話には多分ならないと思いますが、後でブログにも書くと思いますが、各ねいろんなメジャーのアーティストたちの、多分候補の曲もたくさんあったと思うんですけども、その中からこのどんな時も君のそばにいるよ手を伸ばせばというフレーズが、すごく気に入っていただけたおかげで、インディーズの無名のインディーズのアーティストが、こうやって大型タイアップをね得ることができまして、本当にテレビ朝日ミュージックに出版権というのを預けてるんですけれども、その出版権を預けた先の人が本当に頑張ってプッシュしていただいたのもありまして、1年間、これねすごいですよ、テレビ朝日ミュージックに出版権があるんですけど CM にタイアップしていただいたおかげでテレビ朝日以外の、コマーシャルでも流れるということなのです。これでねこれも多分ちょっと珍しいんじゃないかな、本当に大型の、会社ならではなんじゃないかなと思います。で、その明治がここに CM 流してくださいっていう風に指定したところには全てに流れるので、テレビだけじゃなく YouTube とか TVer とかいうところとかでも、流れるんじゃないかということなので、まあ、皆さん の, テレビを見る時間帯が、ね、きっとまちまちなので必ずここに流れますよって言えたのが昨日だけだったんですよなんだけどまだ昨日の段階では、タイアップ決まりましたって言えなかったんですよで直前になって OK が出たので、まあいう形で、いいことがあるかもしれませんという形で告知をしましたが、録画していただいた方は CM をスキップしないようにご覧いただければ確実に見ることができるんじゃないかなと思います。いやなんかねドラマもすごい良くて現代人風の役者さんとかもすごい、ああこういう若者いるよねみたいな共感した人も結構いるんじゃないかなと思いますし、小坂井さんがおせっかい焼き の, 昭和な感じとかもすごいね素敵だったし、そんな方々のドラマとドラマの間に私の曲を流していただけて本当に光栄だったななんて思いますが、今後は、ドラマは連続ドラマじゃないので、今後はどこに流れるか分かりませんが、ふとした時に、どんな時もからねですけど輝いては最後だけにしか流れないんですけど、皆さんの耳に届くのかなと思うと楽しみでしょうがないですね。目撃情報ありましたらぜひリプを返してもらえたらなと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。それじゃあその曲からやっちまいましょうか。タイアップ記念だ、やったでは輝いてから聞いてください。輝いて荒れた道も突き進むような君の強さ忘れないで、どんな時も君のそばにいるよ手を伸ばせば届くところにいつだってずっと車がずれて動けなくて人目を避けるように下を向く、高鳴る鼓動を大事なアンテナにして
た道の向こうは深い森、魔法をかけてさ進もう、泣いて流れる血を感じて、生まれた意味を問う何のため、捕まえて追う風よ、いつショータイム。
の音と汗ばむ手のひらにさらに頭はもうオーバーヒート君月だ月が私の番だ名前を呼ばれたら立ち上がるんだ止まれ震える体喉はすでにガラガラ Get chance 空気を振り絞って勢いも調子も乗ってこの世界で巡り合ったストーリー聞かせてきた Get chance 確かな未来なんてなくたっていざ突き進め先に開けここからは本当のステゲージ It's showtime Ladies and gentlemen Welcome to my showtime Come on!自分って誰なんだろう前髪直してため息一つ、無限ループの自問自答答えはまだ出てないけど今だけは信じるしかないよね Get chance 大きく声を張って顔も上げて笑顔で大丈夫さ鏡の中そう言い聞かせてきた Get chance 深く息を吸ってとびきりの魔法をかけてさらさら開けここからが本当のステージ It's showtimeソウルフル縛りでいきますわよ皆さん拍手ありがとう皆さんのコメント見ながらやってますからねいっぱいコメント演奏中でもやってくださいねよろしくお願いしますものは右から左へと流れいつの間にか時代は移ろいでる僕の存在もどこか希薄で Everything's gonna change to automatic stuff さあ行け人が一つして生きる
君のすぐそばで待っている。 Oh, oh, oh。 ある晴れた午後にずっと思いついたよ。世界の終わりには手をつないでよ。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。イエー、ありがとう、嬉しいです。あー、輝いて It's Showtime、 そしてオートマティカル聴いていただきました。うー、汗だくだすでに汗だくだ。ありがとうございます。画質云々の問題じゃなく音楽的にはタイムラグもなくすごい。 ありがとうございます、ココさん。そして加藤さん、最初から激しいね、提案の焼け。あ、そうそうそうなんですよ。あのネット、まあまあまあ、ネットって言っても一回水筒に入ったやつではあるんだけど手の甲にかかりまして、まあでもグッパーしてもあの引きつる感じとかないので、本当プチやけどだったかなと思いますすいません、もうなんかね、 PC 忘れるわーコーヒーこぼすわーみたいな。まあまあ言うても大丈夫ですからね。あの私なんだろうな、あんまりさほど心配しなくて大丈夫なものしか多分つぶやかない本当にやばいやつは多分ね、ギリギリまでつぶやかないんじゃないかなと思います皆さん拍手ありがとうございます。猫菓子屋さん、ココさん、たなぎさん、くまちょさん、おかちんさん、かおりさん、ほか、約26名の方見ていただいておりますね、ありがとうございます。本日も、皆様にお願いしたいのは、ウェブ投げ銭なんですけれども、今から、つぶやきますね。つぶやけるのかな、つぶやけるかしら、こっちかな、はい、こちらでございます。はい、物販はこちら。投げ銭の URL はまた別途、誰かが投げてくれたら嬉しいなと思いますが、お茶バッグでも結構ですし、私のオンラインショップからの、投げ銭でも大丈夫です。いただいた方には皆さんにあのこの後セットリストを手のひらに書いたやつを、写真に撮りまして、そちらを画像でお送りしております。それから手のひらセットリチェキも、ライブ終了後30分ぐらいまでは、当日の分として、枚数分ちゃんと取りますよっていうやつで受け付けています。それを過ぎちゃった場合は、なんだ、写真、スマホで撮った写真をプリントアウトしたものをお送りするみたいな感じでやっております。なかなか、難しい、このねライブをするのに難しい中で、こうやって自分で2回目3回目ぐらいまでは配信ができるようになっちゃいましたのであ、コインはあるのかな、あ、コインもギリギリありそうですね、ありがとうございます。できるようになっちゃいまして、あ、おかちんさんありがとうございます。なんかその感じで、こうやって無料でね配信できる場所があったり、こうやって見てもらう配信のそのシステムがあったり、なんか本当ラッキーだったなって思います。あのカメラもねこうやってゲットできたりね、 GoPro がゲットできたり、リングライトっていうものがあるんだっていうのを知ったりとかいうのがなければ、多分ここまで私も配信頑張ってないんじゃないかなと思うので、なんか全て今まで自分のした経験をね、うまいこと活かせるようになれればいいななんて思っているので、ありがとうございます。たなぎさんもありがとうございます、助かります。ぜひ皆様ご協力いただけると今後の活動がとても、ありがたいことになりますので、とても力になりますので、ぜひともご協力お願いします。では、まあ、ちょっとね一つ難点なのが、キーボードを持ってくることまではできないっていうところですかね。そう、キーボードがかぶってもいいんですよ、いっぱいいっぱいしてお、なんと約30名の方見ていただいてありがとうございます。ピアノの曲がなかなかできないのがちょっと難点ではあるんですが、では、あとね、今日はもしかしたらギター持ってきてはいるんですけど、赤いギターがめちゃくちゃ羽織るので
ちょっと赤いギターはできないかもしれませんね。では、桜は散ってしまいましたけれども、この季節の曲をやりたいと思います。どうしても。歪んだ光が差し込んで、思わず細めた視界にはまだまだ消えそうにない熱が揺らめいては、誘ってる。何もかも手に入れたような錯覚は春風に濁り、一つ踏み出した足元が崩れてゆく、そんなめまいに溺れた。確かな幸せさえつかめない世の中を、せめては見たけれど夢の中、目を閉じて現実を闇闇に沈めてしまいたい。手を伸ばし掴んだ小さな未来、開かれた扉、閉じるのもこの両手次第さ。全て幻で終わらせて、残るものなんてなくていい、投げ出すことすらできなくて、ただ呆然と過ぎてゆく時間。数えきれないほどの思い出を背負っても、月明かりに照らされた真夜中、どこへも行けるなんてできなくて、花びらが霞んでく、溢れ出す情熱解き放て、空へ開かれた、なくて貫いて進もう。
してもでした。ありがとうございます。連続でいくで、ケイオス。秩序無秩序の狭間に紛れたアンドロギドたちの背中には冷たく光るナイフマシンガンを隠して人のふりをしながら生きている。運営からの指令で一斉に釜上げる重厚の席にいる無垢な子供たち、上空をかすめゆくミサイルに目をくれず、ノモノマロワチュカワ調和羽に穴が相手の羽ばたいて力尽きるまで自由への解放。ノノノマノワチュ回るから回る歯車に振り回され骨を抜かれもう戻れない。ノノノマノワチュ回る食いちぎられ土に巣を流れない。三階
皆様拍手ありがとうございます。では、今日は東京は雨でして、皆様の地域はどうですかね。そんな雨の曲をまさにタイトル雨を歌いたいなと思います。今ジュリちゃんいたねまたジュリちゃんには、このスタジオライブにも参加してもらおうと思ってますんで楽しみにしておいてください。雨が洗い流してくれたらいいのに、この涙も思い出も何もかもを全部いらない。体中が角の中さまよって何もつかめないまま、ずそれでいい。 愛を語るくらいなら消えてしまえば楽になれるかな。伝えたくて叫びたい喉の奥で震えてる心の中しまい込んでた雲の向こうの月明かり、手を伸ばして触りたくて溶けて少し似てる気が
した。ありがとうございます。雨でした。Deep inside of me, always you're beating my heart. 小さな声で、今はまだ他の誰かを好きにはなれそうにない。左を向いて寝る癖も抜けないし、ぬくもりを探すっては夢の中でさ。Deep inside of me, always you're beating my heart. 大きな声で、今はまだ何も片付ける気にはなれそうにない。約束を守れない僕を責めては、おでこを肩に寄せ涙を隠してた。
つないで公園へ行こう。雨なら取りためてた映画を見よう。Deep inside of me でした。ありがとうございます。あ、このつながり良いな。嬉しい。ありがとう。嬉しい。私も嬉しい。ありがとうございます。加藤さんありがとう。ね、カオリンさん、くもちゃんさん、たなぎさん。それからもっと欲しがってるよ私。コメントの拍手ありがとうございます。アイテムの方はちょっと拾えていないんですけれども、皆さんコインとか投げていただいてありがとうございます。大変助かります。ありがとうございます。和んだ、よかった、和んでいこう。ではここでお知らせをしたいと思います。もうお客さんの予約が全然入っていなくて、私本当に東京で企画するのかなりめげそうなんですけれども、しつこく言いたいと思います。4月25日は、新大久保真昼の月夜の太陽にてバンドでツーマンライブを行います。ぜひとも生の荒牧の最高の、バンドのライブを見に来ていただきたいと思っておりますので、ぜひともご予約まだギリギリいけるはずですので、荒牧のホームページから、予約メールをもらえるととっても嬉しいです。それから、5月の5日こちらもまだまだ全然ご予約いただいておりません。おい東京の人、荒牧のお客さんはどこに行ったのという、ちょっと本当に戦々恐々としておりますので、ぜひ来ていただきたいんですけども、大塚丸ですね、5月5日大塚丸にて河野圭介とツーマンライブを行います。この日も、スタートクローズがですねすごく早めにしています。やっぱり、この緊急事態宣言が出たり、まん延防止対策のなんとかが出たりってなると、時間でねどうしても区切られてしまうので、それに対応を追われるよりは最初から早めにしてしまおうということで、早めにしておりますので、なかなかね遠方からいらっしゃるのは難しい世の中になっておりますが、ぜひ、関東の方もちょっとライブハウスは会社的に難しいという方もいらっしゃると思うんですけれども、なんとかそこをなんとかって言ったらあれだな。ライブハウスは本当に感染防止対策をですねね万全にやっておりますので、ぜひとも、ご予約いただいて生のライブを見てほしいなと思います。ちょっと遠くて行けないわという方はぜひ全日程配信があるんです。4月25日は、れいみちゃんの
アカウントかな、ツイキャスアカウントからなんと無料配信となっておりますので、たくさんのお茶ボックス、たくさんの投げ銭をしていただいて、ぜひこの日は、各地で荒巻の荒巻のバンドにの音にまみれてもらえたら嬉しいなと思いますし、5月の5日の子供の時間という、ね、タイトルにしましたが、大塚丸でも有料の配信がありますので、ぜひこのまずは4月5月の、ツーマンライブをなんとか皆さん見ていただきたいなと思っております。何卒よろしくお願いいたします。わー、カオリンさんありがとうございます。そうです、こちらです。もう何の曲やろうと思って、配信ありがたや、ああそう言ってもらえてありがたやねえ、なかなかねやっぱバンドでのライブっていうのができないので、どこであっても、東京であっても、大阪だろうが名古屋だろうが仙台だろうが、今通っているところに、だろうが東京であろうが、なかなかバンドでのライブができないので、それはもう完全に予算的なものなんですけどもぜひ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 、会場に足を運んでもらえるととっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。そんじゃ、バンドライブは貴重よ。そうなんですよ。なんで行けないよという方はぜひ配信見てくださいね。多分貞子ばりに画面から出てくると思いますのでね、何カメあるんだろう、そういうのとかも全然聞いてないんですけどね。あー、かおりんさんありがとう。そう、両方とも4時からとなってますので、ぜひともお願いしますね。いやー、ケイスケとのツーマンはね、本当にちょうど5月3日だったんですよ、去年の。なので1年ぶりなんです。なので東京ね、ライブハウスにお客さんが全然いない状態っていうのは寂しいんですけど、でも全国の方に見ていただきたいので、1年ぶりの荒巻がどういう1年を歩んできたのか、河野圭介がどういう1年を歩んできたのかっていうのもきっとライブで垣間見ることができると思いますので、それもそのなんかね、その辺も楽しみにしてほしいなと思います。すごいわ、視聴者数が全然減らない、喋ってるのに。もうコアファンやない、皆さんありがとうやない、嬉しいやないいつも通りこの無料配信でやっているものは、後々 YouTube にアップしますけれども、すぐにできるかはちょっとお約束ができませんので、見逃した方にもね、いつかはアップされるから待っときって友達に教えてあげてくださいは水筒2つあるから、水筒2つにコーヒー入れてきちゃった最高だねでは、こっち、なんかいつもこの配信ライブでは比較的やっぱり普段やらない曲っていうのを中心にやってる気がしますが、次の曲もちょっとそんな曲をやろうかなと思います。私の曲ってやっぱテンポがだんだんに通ってきちゃうのでなるべくそのテンポに、コアラテンポに違いが出るようにと思って、セットリストを組むので、この曲がね、おのずと外れちゃうんですけど。今日もできるかな、成功するかどうかちょっと怖いですが、やってみたいと思います。では、鼓動。染める頃、大地に眠る息吹が、大きな時の流れを抱いて輝く海へ駆け抜けてく愛しきあなた。
砂ぼこりの毎日に焼けはさし何度もため息をついてそれでもまた前を向いて Hey yeah yeah Life is beautiful Hey yeah yeah This time beautiful Hey yeah yeah You are beautiful Hey yeah yeah Hey yeah yeah 愛してる人知れずにその印象を終わらせてゆく数えきれない命の尊さは誰にも測れない分からない奪えない許されない一滴の涙を拭うって一時の痛みをこらえて私は私を
は、残すところ、あ、でももうちょっと歌えるね。もうちょっと歌おうね、今日は。いっぱい歌おうね。そんじゃあ、ちょっと久しぶりの曲を今日はやるんだ。同じキーになっちゃうけど。前もこれやったかな。では皆さん拍手ありがとうございます。すごい視聴者数がうんともすんとも変わらない。 見るときに面白いな。では、なかなかちょっとやる機会がないんですけど、こちらも、Y を聞いていただこうと思います。ギター変えようかな。ギター変えますちょっとマーチン折っちゃいそうな気がしてきちゃったこっちだな。たぎる熱を沈めることすらできないほど張り詰めた指、あとは手を離してしまえばすぐに don't know why, but tell me when an invisible chain tied me. 足かせは僕の奥に潜む雲の希望が離さない夢の中で暴れ出す欲望、ごまかせない文字文を何を信じ何を求めどこへ向かう I don't know why, but tell me when an invisible dream tied me. 甘く香りた月消しの花
I don't know why I just want to catch freedom right now. I don't know why, but tell me when I need you to be chained tightly. Yeah, I'll get to the book, you know.やっぱ Y 好きです私。では、ちょっとこれも久しぶりになっちゃったなと思うんですけど、4月25日は必ずこの曲やりますなぜならやっぱそのメンバーで作った曲だからね。はい、楽しみにしておいてください。ああいい音だなスタジオの音聞かせてあげたい。交わした言葉は時を超え、
follow you どこまで行くの都会の月に手をかけて背中が遠ざかる守りたいものは一つあなたとした約束誰も信じなくても絆は消えない何を捨てても罪を背負っても誰か傷つくくらいなら盾になるから刃になるから涙なくしてもI believe 嘘だとしても覚悟なんてなくてもいいの I follow you 信じさせてよ最後まで生き抜いた道を Don't leave me まだ足りないよ交わした言葉は時を越え You walk awayどこまで行くの都会の月に手をかけて背中が遠ざかる届かないこの声も皆さん拍手ありがとうございます。ではもう一丁、もう一丁いくよ。皆さん乗ってくるよ乗ってくるよ おおおおお皆さんよろしくね埋もれたままの日常をガラクタは剥ぎつくばり重ながったすれ違いに蝕まれ刹那に生きた証は甘酢に聞き消し飛ばされ目障りに咲いた花は雨を飲む雲間から注ぐ光に手を戻したら指先に込めた思いが止まらない止まらない今にも爆発しそうどんなことが oh, 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 起きたって oh, oh,動き出せ Oh, 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 oh We do not stop the music Thank you 雑踏の中で歪む紙一重の正義感渦巻く黒い影にも手招かれ大きな流れに抱いた違和感に気づき始め足元で崩れてゆくの上絡みつく熱い壁に道も閉ざされて今髪を断ち切る
ず何か答えが欲しくて泣いたひとしずくあなたに届け止まらない止まらない今にも爆発しそうどんなことが起きたって伝えたい体の心の叫びに耳傾け高らかに動き出せ It's not stop the music It's not stop our mind やっぱりハウっちゃった皆さんの方には影響なかったでしょうか Don't stop でございました皆さんおバッチリ Thank you ありがとうありがとうバッチリやでやった嬉しいなこれありがとうジュリちゃんもおるまだ嬉しいありがとうでは、時間的に、次で最後となりますね、今日はちょっと30分も、始めるのが遅くなってしまって本当に待っててくれた皆さんね申し訳なかったんですけれどもこうやってたくさんの人にね、見てもらえてよかったです、約30人前後の方が、ムーミンさん私の CD エクスプロージョンだけじゃないから全部買ってくださいそしたら今日の曲は全部わかります、ぜひね、今後とも、また、来月もこのようにスタジオライブやるつもりでおりますし、何よりもね、これをやっているのは、必ず、近いうちにライブハウスに気軽に来てもらえるための皆さんとのこうつながっているための、大事な大事な時間なんですねなので、なかなか、大腕振ってライブハウスに行けなかったりする人もいるでしょうし気を使って、来ない選択をしている方もいらっしゃると思うので、その人たちにね音楽ってやっぱいいなって月に1回だけでもね荒巻最高だなって思ってもらえる時間を作れたらなと思ってやっておりますので、ぜひずっとね見守っててほしいなと思います、他にもたくさん、お知らせしたいことはたくさんあるんですけれども何はともあれ、4月25日そして5月5日それから6月6日、6月20日とツーマンライブが大切なツーマンライブが4本もこの後入っているのに予約が全然入っていないんですどういうことなんでしょうか東京から荒牧のお客さんはいなくなってしまったんでしょうかそれとも私のお客さんがたまたま行くのをやめている人たちということなんでしょうかまあどちらにしてもすごく見守る、どちらにしてもちょっと今寂しいご予約状況となっておりますのでぜひ、行く選択をしてくださったらとても嬉しいなと思いますしライブハウスでは絶対にね私は手指の消毒 と、フェイスシールドみたいなのは欠かさずしております接客の時にはしておりますので、そしてちょっとなくなっちゃったんですけど私 の、 マイク用のシールドこれも近いうちに作って、4月21日からはそれをちゃんとつけてやりたいなと思っていますが、なんとしてもねライブハウスから、感染者を出さないような活動っていうのは、ずっとずっと続けていきたいと思っていますのでもうあと何年も続くかもしれませんけれども、なんとか生き残っていきたいなと思ってますので皆様、何卒応援の方をよろ応援の方だって応援をよろしくお願いいたしますよろしくねどうぞよろしくお願いしますそれでは、最後はもうタイアップ曲ねなんか密かに何気にいくつもあってありがたいんですけれども、ちょっとじいじい言ってるなまずは本当に明治の宅配のね輝いてそれから It's Showtime が MV で流れたりとか、そして、夜明けを待つこの刹那にが、
えにしの記憶東京 MXTV の2ちゃんですねの方で、ずっとエンディングとして1年間流していただいたりとか、しております。そして最後にやる曲もタイアップ曲にしたいなと思います。せっかくなんで、金沢大学というね、石川県の金沢大学の CM 入学願書を募集みたいな CM に、この曲を使っていただいております。なかなか全国区に行けないなという中の明治の宅配のお話だったので、この思いをね、改めて後でブログに、したためたいなと思っておりますので、アップされたら読んでもらえたらなと思います。そんなとこかな。そうですね、あとはその4月25日から、昨年10月に無観客に切り替えました、ライブの DVD が、いよいよ発売になります。ただいま予約受付中で、あとはもう DVD の中身が届くのを待つだけという感じです。すでにご予約いただいている方がたくさんいらっしゃいまして本当に嬉しい限りです。4月24日には発送したいなと思っていますので、早ければ25日に届くし、翌日の4月26日には、届く、レターパックだったら早いのかなと思ってそちらでお送りするつもりなので、楽しみに待っててほしいなと思います。どんなんがあんねんという方もいらっしゃると思いますので、ぜひ私の、オンラインショップ覗いていただければと思いますし、名古屋でのね、バンドでのワンマンライブのチケット、10月のチケット持ってるけどやっぱりちょっと行けなそうですっていう方がもしかしているのかななんて思ったりもしましたが、私払い戻し期間って設けたような気がしたんだけどどうだったっけなと思ってちょっと記憶が定かじゃなくなっちゃったので、でも本当にそれでも行く決断をしてくださった方、そして行かない決断をした方も両方の気持ちをリスペクトするっていうところは変わらずにやって持ち続けていきますので、そこはご安心いただいて、ただ本当に今年はそれにかけて、動いておりますので、なんとか名古屋にね集結していただいて、頑丈にこうぐるぐる顔ぐるぐる巻きにして、楽しんでもらえたらなと来てもらえたらなと思いますので、7月4日の方もよろしくお願いいたします。それではそうね、引きこもってでもライブ DVD があるからきっと楽しいと思いますそれじゃあ最後、見えない明日で終わりたいと思います。今日は本当に長い遅くなっちゃったんですけど長い時間付き合っていただいて見ていただいてありがとうございました。荒牧亮でした。引き続きよろしくお願いします。次回のライブは4月21日青山リズム、そして次が4月25日の新大久保、真昼の月夜の太陽でバンドだ。おー楽しみにしててね。おー今日はありがとうございました。またねー。冷たく張った空気に情熱が立ち上ってゆく、流れる景色のように加速し始める時代、希望も不安も人混みに飲まれてなるな、痛覚に見えない明日に何があるのかな、立ちはだかるように時も人も迫ってくる、確かな未来はどこにもないけど目指すゴールに待ってる知っていても、遠ざかってゆく背中、一人ぼっちの世界で無数の声が聞こえた、信じた道下げおぼろげに薄れて、都会の迷路から抜け出す、見えない明日に何が待ってても
きていると答えのない白い吐息は四角い空に溶け明日またお会いしましょう。